今回はオプショナル型について扱いたいと思います。iOS アプリケーションに限らず、Windows でも Android でも開発者を悩ませるのが、このヌルポインターエクセプションと呼ばれるエラーです。これはどういうことかと言いますと、中身が見る空っぽの状態のプロパティにアクセスすることで発生することがあるエラーのことです。よくアプリを使っていると、たまに原因不明のクラッシュをしてアプリが強制終了してしまうという経験をすることがあります。そうしたことの原因がヌルポインターエクセプションが原因になっていることもあるのかもしれません。オプショナル型のプロパティというものを使うことによって、できるだけヌルポインターエクセプションが発生しないような工夫が Swift ではされています。では実際にオプショナル型のプロパティの宣言、そして使い方について考えていきます。オプショナル型のプロパティはこのように、型名の末尾にハテナマークをつける、もしくは暗黙的アンラップ型と言われるもので、型名の後にびっくりマークをつける。この2つのパターンがオプショナル型のプロパティということになります。それに対して通常のプロパティ宣言ですと、このように末尾に何もつけない。これであれば普通のプロパティの型になります。オプショナル型と通常のプロパティのは、何が究極的に異なるでしょうか。それは、このように通常のプロパティに見るを代入しようとするとエラーが発生します。ですからオプショナル型は見るを入れることができるプロパティということができます。宣言の仕方はこのようになります。では実際にオプショナル型のプロパティにアクセスしていきましょう。いくつかの方法でオプショナル型にアクセスし使うことができます。一つは強制的アンラップと言われるものです。その名前の通り、強制的にオプショナル型のプロパティを使います。オプショナル型っていうのはちょうど、包装紙に包まれている、つまりラッピングされた状態のプロパティということができます。それを強制的にアンラップする、包装紙をから中身を強制的に取り出すっていう方法です。プロパティ名の末尾にびっくりマークをつけます。この14行目のプロパティの宣言時のびっくりマークとは、同じ記号ですけれども、役割が全く違う別物であるということは注目すべき点です。今の状態ですと、ネーム、これのプロパティの中身が空っぽになっているので、強制的にアンラップしようとすると、中身が空っぽであるというエラーが発生してしまいます。もし20行目の前に、ネームイコール、佐藤などとして、中身を見るではなく文字列を入れておけば正常に佐藤という値を取り出すことができます。末尾のアンラップを外した場合、オプショナル型の佐藤というのがコンソールに出力されています。オプショナル型の変数として宣言されているということがわかると思います。このままでは使うことができないのでアンラップして使用します。先ほど見た通り、空っぽの状態でアクセスしようとすると致命的なエラーが発生してしまいますので、この強制的アンラップという方法は中身が見るではないということが確実な場合にのみこの方法を使うことができます。2つ目のオプショナル型の使い方はオプショナルバインディングと呼ばれる方法です。構文はこのようになっています。if let
myName イコール name 条件分岐を使います。このようにして、もしネームの中身が nil ではなく実体があれば myName に中身が代入されます。結果25行目が実行され、ネームイコール myName このようにして25行目が実行されます。ネームイコール佐藤となっています。もし空っぽの場合に処理したい場合は、こちらに このようなプリント文を書いておきます。19行目、こちらをコメントアウトすれば、ネームイズニルとなります。確かに27行目が実行されているということがわかります。オプショナル型のプロパティに値が入っているか、入っていないのか、わからない場合、どちらとも不確率な場合には、このようなオプショナルバインディングという方法で、中身を安全に取り出すことができます。最後はオプショナルチェーニングと言われる方法です。プリントネームとし、この後プロパティ名の後にハテナマークをつけます。そしてキャラクターズカウント。このキャラクターズカウントというメソッドは文字列型のプロパティの中身の文字数を取得するというそうした方法です。ここで19行目をコメントアウトを解除すれば、オプショナル4と書かれています。佐藤っていうのは4文字で構成されているので、オプショナル型の4、イント型の4として取得することができています。オプショナルチェーニングを使うことによって、このハテナの後から続くものが、もしネームの中身が実体があれば、このドット以降も実行されますが、ネームが nil だった場合、ドット以降のこのメソッドは実行されずに無視されて、次の行へと処理が移っていきます。オプショナル型ではそのまま使うことはできませんので、このように、括弧でくくってあげれば、取り出したい4という値を実際に参照することができるようになります。2番のオプショナルバインディングとは少し働きは違いますけれども、オプショナルチェーニング、この方法を使うことで、中身があるときにはメソッドを最後まで実行し、中身がない nil の時には処理を続ける、処理をせずに無視して、その次に処理を移すということができるようになります。これがオプショナル型の変数プロパティの基本的な使い方になります。